さあ、いよいよ直線の攻防。先頭変わってレディープロスパー、皆川ファンキー先頭。2番手はレディープロスパー。残り 200m、 皆川ファンキー先頭だ。しかし残りわずか、皆川ファンキー先頭。2番手は河内ソレイユ、皆川ファンキーゴールイン。皆川ファンキー1着、2着にはどうやら河内ソレイユ。勝ったのは皆川ファンキー、河内ソレイユ2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。さあ、いよいよ直線の攻防。ここで先頭はダンスパートナー、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はテームミステリー、ダンスパートナー差を広げる。2番手はテームミステリー、ダンスパートナー1着。ダンスパートナー完勝、ダンスパートナー1着。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。ダンスパートナー第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m、 先頭は河内イメージ、ノーブルデライト。必死に追いすがります。2番手はノーブルデライト、河内イメージ。この馬で決まりか。河内イメージ1着、河内イメージ完勝。河内イメージ1着、2着は東海コンバット。これは物が違う。河内イメージ4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った新興ラブリー、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。あと 200m、 新興ラブリー先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はリバーガール、新興ラブリー1着。新興ラブリー1着、2着はリバーガール。これが世界を制した実力だ。新興ラブリー4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はエイシンバーリン、先頭。2番手はクイーンコール。残り 200m、エイシンバーリン、先頭だ。残り 100m、エイシンバーリン、差を広げる。2番手はクイーンコール、エイシンバーリン、今ゴールイン。段違いの強さです。エイシンバーリン1着、2着はクイーンコール。これは桁外れの強さだ。エイシンバーリン。さあ、直線に入りました。これからの勝負。最後の追い比べ。先頭はデュークコロネット。ライスシャワー。先頭。残り 200m。ライスシャワー。先頭だ。しかし、後続の足色もなかなかいい。ライスシャワー。先頭。デュークコロネット。迫る。2頭がほぼ同時に突っ込んできました。ライスシャワー。デュークコロネット。大激戦のゴール前。果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。